この度宇治市のクールチョイス推進大使になりました熊井里奈です。私はハロープロジェクトのベリーズ工房としてアイドルで活動していたんですが、今はソロで活動しておりまして、タレントとモデル業をやっています。私はあの宇治抹茶がすごく大好きで、それを公言しているうちにあの宇治商工会議所の方がそれに気づいてくださり、お声掛けをいただき、宇治茶大好き大使抹茶ーズとしても活動しています。そしてその活動が、後に認めていただきまして、宇治市観光大使もやっております。もう本当に、京都宇治市の皆様には大変お世話になっています。ありがとうございます。本来であれば1月24日に行われる宇治市クールチョイス大作戦のイベントにて任命式が行われる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症対策のため VTR でお知らせさせていただきます。この度宇治市クールチョイス推進大使に任命いただきまして、本当にどうもありがとうございます。日頃から少しずつ、小さなことから環境問題について、私自身も取り組んでいけたらいいなと思っております。より身が引き締まっております。クールチョイス運動として私が日頃から行っていることは、例えばお洋服だったりとか、こう暖房が少なくて済むようにこうウォームビズファッションをしたり、あとはゴミを捨てないようにするためにお洋服はリサイクルに出したりとか、あと洗濯洗剤を環境にいいものを使ったり、家電ですね、家電とかもLED のライトに変えたりとか、省エネのあるものにしたり、ゴミの分別とかもよりきちっと仕分けできるように心がけてみたりとか、エコバッグなんかもこう自分でデザインしたものを私は日頃から使っています。まだまだ不安な日々が続きますが、みんなで協力して新型コロナウイルスを克服し、また元気にお会いできる日を楽しみにしています。宇治市の皆様もお体にお気をつけて、日々をお過ごしください。そして、日頃から少しずつでいいので、いろいろな環境問題と向き合って、未来の自分のために、未来の世界のために、協力して、賢い選択をしていきましょう。ということで宇治市クールチョイス推進大使熊井里奈でした。